やべっしー、こんにちは、はるだよ。あ、ネイルした、ピンク。今日はイエローとグリーンを使ったメイクをしようかなと思ってと思って、え、なんかライトがさ、待ってる。みんなもメイクしたい、お願い一緒に準備しよう。てかもう春終わり？え、待って、春っていつまで？わかんないけど、なんか梅雨みたいな感じで雨がずっと落ちたのね。で、私さ、この前ランニングをすごいしてますっていう話をしたんだけど、ランニングしてたの？だけど、雨が重なっちゃって全然ランニングもう3日ぐらい行けてなくて、続いてたの、こっちでやるの。せっかく続いてたのに4日ぐらい行けてなくて悲しいんだけど、今日は雨じゃなくて晴れなので、28度くらいあるんだってと思って、で、けど今日は晴れだから気分がとてもいい。でも昨日ちょっとね、家に遅く帰ってきて、遅く帰ってきたって言っても11時前だけどね、遅く帰ってきちゃって、そっからなんかいろいろして、お風呂に何時だっけ、11時くらいに入ったので、お風呂11時に入る、あ、11時じゃない、12時くらいだ。お風呂12時に入るってことはさ、もう逆算するともう絶対1時以降に出ることが確定するじゃん。私はお風呂シャワーじゃなくてしっかりお風呂に入るタイプなんだけど、お風呂のお湯を沸かして入るじゃん。で、入って私結構スマホとか持ち込んで音楽とか聴いたりしちゃうのね。これちょっといいのかわからないんだけど、で、スマホ壊れる、そろそろ壊れそう本当に。で、音楽とか聴いてキャンドルとか焚いて、もうすごいリラックスしたのね。もうなんかほぼ半分寝てるみたいな。11時ってほんと疲れてるじゃん。だからほぼ半分寝てるみたいな感じで、うわーみたいな、いいねいいねと思って、気づいたら1時みたいな。1時にさ、お風呂出たらさ、スキンケアするでしょ？スキンケアしてから髪乾かして、で、体拭いて、着替えて髪乾かしてみたいな。いろいろやったら結局40分くらいかかるじゃん。2時くらい寝た、もう最悪。2時に寝るって本当に最悪。私中学の時さ、本当に寝るの早くて、もうあのお家が結構早く、私のお家が結構早く寝るタイプで、みんな夜更かししなくて、みんなの私の家族に合わせて睡眠をとってたから、マジ11時くらいには寝てた、絶対に。10時半くらいには寝てたの、それが普通だったので、なんか友達とかがさ、昨日マジでオールしたとか言ってるとさ、オールしたことないですみたいな感じだったの昔は。でも高校生になってさ、アルバイトとかなんか課題とかテストとかさ、中学校よりも激しくなるじゃん。そしていろいろ生活基準が家族と違ってくるじゃない。だから私だけ夜遅くなったりとかして、もうそんな感じでした。でも2時になっても最悪、誰も起きてなかった、悲しかった2時で寝たらさ、もう起きるのさ、私6時間くらい寝た、7時間くらい寝てたいの。結構睡眠取りたいって、7時間普通か、7時間寝てたいの。7時間寝たら2時半に寝たら9時半に起きるわけじゃん。2、3、4、5、6、7、8、9、うん。で、今日はアラームかけずに寝ちゃって普通に9時半に起きちゃった。っていうやつこれは私は本当に強いからかな、もう傷ついても失恋した時でも立ち上がれるよみたいな前向きな曲なの。一見暗い曲かと思いきや、みんなに向けての前向きな曲だから、これ本当に聴いてほしい、泣ける、うん。なんかさ、テイラーすごい、もういろんな大きい会場でさ、みんなのことをさ喜ばしてきたわけなんだけど、失恋の時もさ、みんなから「やれやれテイラーいけいやいや」とか言われてて、推しのマインドがこんなに素晴らしかったらさ、すごい参考にしやすくて、マジで最高っていう話だから、テイラー聞いてください。はい、歌なくなりました。はい、これゆるすぎ、ほらほらね、あ、ちょっと待って、はい、これさ全然関係ないんだけど、てか話がちょっと迷ったんだけど、話していい？昨日ね、ご飯屋さん行ってて、あんちゃんとカップルの方とすれ違って、シュッてすれ違った時、すごい
あの目があったの。でなんかその後ドアの裏の方で結構話して、もしかして私のこと気づいてくださってるのかなっていうちょっと思ったのね。Hey bestie 聞いてますって言われて、Hey bestie 聞いてますみたいななんかちょっと受けたんだよね。Hey bestie 聞いてますって。今定着してるんだけど、初めの方別になんか Hey bestie とか言ってなくて、なんかベスティっていいなって思うの。なんか親友ベスティって親友って意味なんだけど、これは私の挨拶ですみたいな。ブンブ派の YouTube 的な感じで使ってたわけじゃなかったんだけど、すごい覚えてて、なんか私の絵を真似して描いてくださった方がいたのね。そしてそこにあの私の絵と一緒に Hey Bestie ってキャプションが書いてあって、なんか Hey Bestie っていうこの文章が私のイメージなんだなっていうのが分かったの、その時に。だからこの挨拶使おうって思ったの。だから気づかせてくれたその子に感謝してる。ありがとう。一回ちょっと収録したいの、ここら辺も白くなってる。え、ちょっと怖い。ほら、Oh my god、 立体感出た。はいはいはい、いい感じ。 Yes、 これは Yes です。本当にここね、ここ。あ、来る、これこの黄色可愛さ発光してる。うん、かわいい。女の子が話しかけてくれたの、男の子と二人で来たんだけど、その男の男性の方が、もうめちゃくちゃあの私の好きなラッパーの方に似てて、え、あれってあの方ですか？あれってあの方？え、本当に気になるの。でもね、声かけてくれた子もかわいかった。ありがとうございます。アイライン最近あんましてなかったんだけど、いいわ、結構好き。韓国のダイソーで買ったこれを、ここの唇の下にやるとね、めちゃくちゃ唇かわいくなるの。なんか唇がさ、キュッて、ほらなんか深くなるの。これのおすすめ。 許せる？ほら、これ許せる？私結構高い値段で買ったのに。なんか今日あんまり眉毛消えない、どうしよう。あげた。いっか、これで。うん。ヘラのやつ。うん。かわいい。え、結構今日かわいい。なんかいつもと違くて上がりますけど。髪やるか。どうする？こんな感じ？上げる？下げる？お団子？あ、お団子にしよう。 OK。 電車に乗ったら初めてこのなんか個別の席みたいな、バス？新幹線？飛行機みたいな感じの席でびっくりした。え、この席初めて見たんだけど、東京こういうの多いんですか？わからない。あ、これおすすめです。おすすめの方。ちょっと、あ、やばい、顔つっちゃダメだ。でも南国ピーマン味わえる。本当だ。雨最悪。他にしたの？うん。インスタやってますか？やってない。来た。はい、はい、かわいい。はい、昔のラブコメって感じで面白かったよ。友達と見ることをおすすめする。あとシドニーがすごい可愛かった。
切るない。あ、こぼした。え、こぼした。いつもこんなのためだけに病院行って。あ、何それ、こんなに行く人マジ。うん、それか普通なの。いやいや、そんなに週の時は治るの。2019年って5年前です。本当だ。あ、え、やばいんじゃん。バイバイ。